こんな感じで、あ、切れ味抜群ですね。おはようございます。釣り子 TV です。釣りの便利グッズご紹介っていうことで、今回ですね、こういったハサミ、フライヤー、スプリットリング開きみたいなのがオールインワンにですね、入っている第一セイコーのフォーミングプライヤーズタイプ SR っていうことで、こんなね、便利グッズを手に入れたので、ちょっと見ていきたいと思います。何やらね、ちょっとゴチゴチしたデザインですけども、結構ねコンパクトで小さい中にいろんな機能が入っているよっていうことで、じゃあ早速ですね開けていきたいと思います。フライヤーはねいくつあってもね、まあ海釣り、バス釣り、その他小物釣りとかね、その釣り物に合ったやつがねあると便利ですけども、今回はねこんな感じの、おなんかこういうのが入ってで、調整とかできるのかな。あー、はい、おおー、あ、なるほどなるほど、ケースとねこうつながっているので、これによってなくさないよっていうことですね。で、裏にはこうベルトとかにつけるね、こういった、あー、ここもねしっかりとパチンと、あーいいな、ライフジャケットにちょっとこれつけてみようかな。そんなにねほんとかさばらない大きさで、で刃の部分を見ていくと、ここはスプリットリング開きになっていて、ちょっとしたペンチ部分もあって、でこの後ろの方がピーとかもスパンと切れるよっていうね、ハサミが、刃がねここについているっていうこと。あとはこれは、ここにこうピッとちゃんと挟んでおけば、ぶら下げてベルトなんかにもつけられる仕様になるよっていうことですね。付属パーツをつけるとこんな感じの運用もできます。まあ自分の場合どっちかな、ライフジャケットはつけるからベルト式の、それにこれでパッチンとしっかりつけておこうかな。こんな感じでした。はーい。でね、裏にね説明書きが書いてあるんで見ていきますけども、 AUS66A 製 1.6mm ステンレス製スプリットリングプライヤーです。先端部分ではフック外し、スプリットリングオープナーやプライヤーとして、元部分のギザギザ刃は P ラインを逃さずにカット、ホルスターとハンドルは高強度、超軽量、錆びない CFRP カッコですね、カーボン繊維強化プラスチック浮遊率 35% カッコ閉じを採用し、クリップオンリール内蔵ホルスターとホーミングシステムにより収納時にはスムーズに誘導されます。ということで、ホルスターには360度回転するクリップとセーフティーコード付きリールを内蔵、ベストに取り付ければ快適スピーディーに使用できます。セーフティーコードがレールハンドルに沿って移動するので、使用時はコードが邪魔にならずホルスター収納はスムーズに誘導されます。付属の金びらをクリップで固定することで、ベルトループやバック等にも装着可能ということで、このいろいろ細かいねところが、もう超軽量のこのプラスチックで、作られたホルスターがついているよって、これねほんとね軽いんですよね。それで、まあどこにでもつけられるようにここはね 2way3way に対応している。まあ、ここでこうやって挟むことによって、でバッグとか あとはベルト同士とかにもつけられるし、もしくはそうじゃない時はこの状態で、そのままライフジャケットに固定したりもできるし、結構ねここがねしっかりした作りなんですよね。だから簡単にポロンって落ちることはなさそうだなというところと、ねこの、これはねちょっと切れ味良さそうなんで、はい、じゃあね、PE ライン準備してみました。こういうね、ハサミね、切れ味がいいね、やつじゃないと PE ラインなかなか現場でね、くにゃってなったりして、切れづらかったりするんですけども、じゃあちょっと切れ味の方を見ていきたいと思います。お！ス
パンスパン切れるね。確かにね、これね、切れ味悪いハサミだとなかなかどうしてなんだけど、ほらこのギザギザ刃が、あーやばいやばいやばい、高級なラインだからあんまり切りたくないけど気持ちいいからね、ちょっとねついつい切っちゃいますね。こんな感じで、あ、切れ味抜群ですねこの刃ね。ちょっと海用のやつとか P ライン使うことが多いんで、そういった時に、まあ、従来のねプライヤーなんかももちろん使うんですけども、ちょっとね切れ味ハサミ剣プライヤー剣なんか便利そうだなっていうことで、ちょっとこれ使ってみたいと思います。スパンスパンに切れたね。というわけで結構ね、こういった便利グッズ、釣り具屋さんのあのプライヤーコーナーとか覗くとね、どんどん最新のもの、便利なものが増えていったりしてますね。これなんかこうついついね自分ねなくしちゃうんですよね、これくっついてるから。で、あとここがね移動するから、使う時もこの移動するし便利だよっていうことで、ちょっと使い出がありそうですよ。というわけで本日の釣りコー TV は、釣りに関するですね便利グッズですね、こちらホーミングプライヤーズタイプ SR 第一成功のものですね、これを手に入れてみたいって、こういった動画でした。はい、釣りコー TV でした。